10月の18日ですね、水曜日です、時刻の方は16時10分を回ってます。今ね、こちらの橋、鉄橋ですね、鉄橋は、塗装工事、くっさー、しんなくさ塗装工事、昨日一昨日あたりからですかね、始まってます。気温、32度、体感37度ということになってますけれども、これ本当当てにならないのがね、ちょっと少しね平均的に高めに出てるような気がするんですけども、いかがなんでしょうか。あれですね、Google の Google で、検索してね、バンビエ天気っていう感じでこれ見て、気温の情報はお伝えしてます。最近ね、あれです、雨がね減ってきたおかげなのかね、13号線はね砂ぼこりがひどいです。なわけでね、こっちの、川の対岸、こちらの方をね、まだこっちの方がね道が全然いいんでね、あと交通量が少ないですね、こんな感じなんでね、砂ぼっこりを浴びることもなくね、移動ができるんで、まあ、最近はねこっちのルートを使ってバンビエの街中へ移動することが多いです。ただね、さっきみたいに、ね、牛がねこっちの道には多いんで、まあまあ古くバンビエのね、風景がね、川向こうっていうかこっちですね、今走行してる側がですね、昔のバンビエンの色が色濃く残ってるといえばこんなもんなんですけども、ナムソンもねだいぶ水が落ち着いて、もち、川の水が茶色くなくなってきましたね。してね、川の水の色も茶色くなくなってきました。まあ、よくね、あの旅行者の方なんかがね、メコンとかね、ナムソンとか、やっぱ東南アジアのね、川汚いですね、なんていうことをね、旅行者の方に言われることがあるんですけども、これね、実はまあ、前もね話したことあるのかな、水面からね1メーターから 1.5 メーターぐらい、それぐらいはね、水透明ですね、でそこからねだんだんちょっと濁っていって、で川底のところに、赤土がねザーッと流されていった感じで、まあ、こんなね上から見下ろしてるとね、上層面がね透明だから川自体がね茶色く見えてるんですけど、あれいつもの飯屋の息子が言いましたね。それだけなんでね、結構ね意外と、川はねあれですよ、汚くないです。おお、釣りしてるじゃん、ここ釣れるの。ゴミの、ね、投げ捨てとかね、あと雑排水の放出とかがあるんでね、水質自体は昔と比べるとねがっくりと下がってるんですけども、雨季でね勢いよくねずわーっと流れちゃった後なんかはね、結構いい感じでね、自然が力を取り戻します。お、上空にパラが待ってますね。稲刈りができそうなね、山の手前はね、広大な水田が広がってます。
かですね、やっぱラオスはね。ここのところね、あれですね、いつも言ってるメシア、メシアにね、ニューカーマー、うん、あの人どうだろう、四五日通ってんのかな、うん、通ってる、韓国からの、旅行者のお父さんがね、一人いるんですけどね、なかなか強烈な方でね、毎日のようにね、頼んだものと出てきたものは違うっていうね、出てきた料理を突っ返しますね。おかみがもう最近ちょっと顔引きつってるのがね、であと子供たちももう相手したくないみたいな感じで、もう座られちゃったらしょうがないから、もうね、オーダー取りに行くしかねえからね、オーダー取りに行ってって言ったら、みたいな顔しますね。なんか子供は素直で面白いですね、可愛らしいものです。はい、おかみもね、素直ですね、露骨に嫌な顔しますからね。はぁ、あ、またみたいな感じですね。まあなぜか僕もね、このシアの一員と認識されてるのかわかんないですけどね、たまに流れ弾が飛んできますね。あとあれですね、韓国語でね、ゴリゴリをしてくるんで、何言ってるか分かんないから、ちょっと通訳してよなんてこと言われるんですけど、俺だって分かんねえよって言ってね、その方にはね、話するときは僕はもう日本語でね、ゴリゴリ押すようにしてます。はい、これボートレース用のボートですね。最近ここのね、観光ボートがね、団体ツアーのアクティビティに組み込まれたんですかね、うん、結構なね率で、稼働してます。お、ボール持ってるね。着衣なんでね、びちょびちょですね、その先走ってる女の子なんかも。ふどいです。水着をね、水着売ってねえのか、特に女性用っすかね、女性用の水着は見た覚えがないんでね、売ってないかもしれないですね、うん、欧米人なんかもね、欧米人の女性普通の下着でね、チュービングとかカーキングとか水系のアクティビティに参加してるんでね、まあ、それもどうかと思うんですけどね、うん、足がグワングワンなってますね。よいしょ、急がれば。バイバイ、バイバイ。ちゃんたらファミリーのあれ、ちゃんたらおかずの、めいっ子ですね。どこ行くのって行かれたんですけど、バイムワン、ま
まあ街中ですね、ムワーンって言おうとしたところが段差でね、あの下かのようになってね、ムワーンになっちゃいましたね。カエルになってましたね。よいしょ、よし、対岸に着いたところで砂の巫女